そんなことになればお前は一生逃げ続けることになるんだぞ。それでも構わないわ。ママと一緒にいられるなら。ずっと会いたかったの、小さかった私の手を握り、並んで歩いたこの人を、昔は家族だった。それはある日突然終わりを告げた。だからそれを取り戻そうと思った。私の大切な家族を探してたんだ。小さかったお前の手を握り、優しく微笑んでくれた人を。でもそれは間違いだった。そいつはお前を不幸にするだけだ。だからそれを取り除こうとしたんだ。俺はお前を守りたいんだ。あなたは分かっていない。お前こそ分かっていない。私がどれだけママ、忍び寄っていたガビーとかいうヴァンパイアハンターが落下の後頭部に銃を突きつけた。ご機嫌なところを邪魔して悪いが、ナイスアイディアだと思わないか。名付けて人質作戦って、そのまんますぎるか。落下よーフェアリーテイ。死なない奴には初めて会ったが、こんなプリティーガールなことはな。話は聞いたよ。大事なファミリーなんだろ。おとなしく投稿すればこいつを殺さずにいてやるよ。やめろカビ、銃を下ろせ。これは命令だ。利用できるものは利用する、それだけだろ。さあフェアリーテイ、こいつの儚い命と自分の永遠の命、どちらが大事だい。私は死者リリーを、おとなしくガビーの指示に従ってもらおうか。待ってロク。ねえママ覚えてる？昔手をつないで一緒に散歩した時のこと。私ママのこと大好きだって言った。私の命は永遠ではないけど、あの日の思い出は永遠よ。だからこんな奴に怪我されるわけにはいかない。ダッカはガビーの水落ちを肘で撃つと、そのままガビーの心臓を銃で撃ち抜いた。ダッセー。